今回使うのがこれ、アストロタイアットエンドプーラーですね。こちら使って外していきます。まずですね、今タイヤ取った状態です。まずここですね、もう割りピンを外して、このネジを緩めて、でこれを、プーラーで取る作業から行っていきたいと思います。割りピンが取れました。でここですね、17ミリなので、17ミリで緩めていきます。ここですね、これ緩めていきます。新品ですね、こちら専用工具なので新品で買ってきました。これをセットしていきます。じゃあね、気を取り直してやっていきましょう。じゃあね、まずタイヤ取っていきましょうかね。まずね、今回ロアームブーツを変えるんで、このナットを緩めていきます。このナットがですね、14ミリです。作業していきます。はい、じゃあ行きます。まず14ミリのビットですね。14ミリのビット、ちょっと待ってくださいね。硬いね。硬いね。ちょっと待ってください。なんかやり方ございますよ。はい、じゃあね、ちょっと清掃して56拭いて10分ぐらい放置したんで取ります。取れました。はい、取れました。これがロアアームのボルトですね。取れたんで、あとは下に押すだけで取れます。緩かった、今緩まったね。これはラッキーだ。今緩まったよね。
OK。 あとはルアーを下げて、うん、完璧、落ちてるね。 OKOK。 どうもね、いい方法が思いつかないんで力づけてやります。取れた。あ、そっか、割りピンタイプか。割りピンタイプでも交換をするんで、もうこれはそのままちぎっちゃっていいかな。うん、そのままちぎっちゃっていいかな。あ、これはね、ひどいね。こっちから見たらなんてことないんだけど、これね、これ私の人差し指、ブーツのここ切れ目っていうかとこね、ここがこうなっちゃうのよ。これこんなに空いてるのよ、ここ。後で、あのリングを取って回転させてみせますよ。こんな風になっちゃってるんで変えてきます。取ったブーツがですね、あれどこに行ったっけ、あった、取ったブーツがこれです。あれですね、こんなになっちゃってるよ、こんなに、こんなになってるんで、これはね、落としますよ。コト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 。これをね、新しいやつに変えてきます。まずね、ここのね、グリスをね、全部きれいに拭き取ります。ちなみにね、私は整備士じゃないんで、皆さん、真似しないでって言っちゃあるかもしれないけど、うちの動画は参考程度に見てくださいね。今ね、カメラ隠れて見えないと思うんだけどね、ロアアームブーツのね、下のね、ポールジョイントの部分のね、グリスをきれいに拭き取ってるところです。切ったね。これとりあえずそこに置いといて、おっと、オッケーね。ポールジョイントは大丈夫そうだね。うん、大丈夫そうだね。じゃあ新しいブーツちょっと取ってきます。